過去の源氏の君は社会的に見てあまりに幸福すぎた。見ていて目まぐるしい気がするほどであったが、この頃は通っていた恋人たちとも双方の事情から関係が絶えてしまったものも多かったし、それ以下の軽い関係の恋人たちの家を訪ねていくようなことにも、もう決まりの悪さを感じる源氏であったから、余裕ができて初めてのどかな家庭の主になっていた。兵部卿の宮の王女の幸福であることを言って誰も祝った。小納言なども心の内では、この結果を得たのは祖母の天君が姫君のことを祈った心が仏に通じたのであろうと思っていた。父の親王も朗らかに二条の院に出入りしておいでになった。夫人から生まれて大事がっておいでになる王女方に大した幸運もなくて、ただ一人が優れた運命を負った女と見える点で、継母にあたる夫人は嫉妬を感じていた。紫夫人は小説にあるママ子の幸運のようなものを実際に得ていたのである。